ただいまご紹介いただきました人文社会系研究科、考古学研究室の佐藤と申します。先ほどの大沢先生と違いまして少し純粋文系の内容になると思いますが、よろしくお願いいたします。私の専門はですね、ちょっと難しいんですが戦史考古学と民族考古学というところでありまして、主にですね、日本およびその周辺の東アジアの旧石器時代という一番古い時代と、それから新石器時代、これは日本では縄文時代に相当しますが、そちらの研究が専門でございます。またですね、これらの分野のこれらのですね時代の人々のですね生活あるいは社会を考える材料として、現在生きているですね狩猟や採集漁労主な、なりわいですねとしているような人々の研究も行っています。これは考古学の分野では民族考古学と呼んでおります。ちょっと内容に入る前にですね戦史考古学の宣伝を少しさせてください。戦史考古学のですね対象としております戦史時代、歴史時代といいますか文献登場以前ですが、これは高校までのですねいわゆる皆様方がよくご存知の歴史の教科書ではわずか数ページしか記載がございませんが、実際のですね存続、期間はですねこの人類の歴史、人類史の 99% 以上を占めております。したがってですね我々、人類の文化や社会の成り立ちを知るためには戦時時代の研究を欠かすことはできません。 99% の歴史ですね。一例を挙げますは、現在ですね世界中に同じような内容の神話が分布するというようなことはよくご存じであると思います。かつてですね神話学あるいは構造人類学民族歴史民族学などではですねこうした神話の問題というのは主要な関心事でありました。歴史民族学ではですね、例えばですね類似する神話の広がりというものはどこか世界中に起源地があってそこから世界に広がっていったんだ。でそれは全て人間の移動つまりある民族の移動に伴う。ですから民族のですね形成というのはそうした人間の移動に伴う。そしてその証拠の一つとして洪水とかですね火の神話といったものが考えられてたわけですね。でこうしたものの広がりというのは一つの文化圏を形成しており、文化圏の相互接触によって今日見られるような世界の民族分布が出来上がったとする方法が取られていました。これは文化史復元という言い方をしますけれども、この方法は文化研究ですね民族起源論などの研究では非常に著名でございまして、世界のですね民族国家の起源を説明する前世紀20世紀最大の方法であったと考えていいと思います。日本民族の成立過程を説明する方法としてもよく知られてあります。しかしながらですね今日ではこうした考え方は通られません。今日ではですね現代人である我々ホモサピエンスつまり我々ただ一種のですね種が成立したのは15万から20万年ぐらい前のアフリカであるということがほぼ分かっておりまして、彼らアフリカで誕生したホモサピエンスがですね6万年前以降に世界中に拡散する過程で広まった。それと同時に神話も広まったのであるというふうに考えられているわけですね。つまり現代人がですね最初に世界に広がった段階で神話が広まったのであって、民族というのはそのずっと後に形成されますので、後に形成されたこれらの民族の分布とは直接関係しないというふうに現在では考えられております。またですね、現在の人間に特有な特徴であります例えば将来を予測して計画を立てる能力あるいは美しいもの芸術などを愛する心ですね、こうしたものもおそらく6万年前から4万年前頃にの現代人の世界拡散のとともにですね獲得された現代人特有の能力の一つと現在では考えられております。未来を考えることができる
だからこそ当然死んだ後の世界を考えることができるわけですね、まあ、想像することができる、したがってお墓を作る、ということができるようになりますし、この世の成り立ちというものに同時に疑問を持つわけですから、それらを説明するために神話あるいは伝承創世神話ですねというものが生み出されていくわけです。このようにですね、先史時代というと何か我々には直接関係しない遠い過去の出来事と思われるかもしれませんが、このように人間のですね、生活技術あるいは行動だけではなくて、社会や文化の原理の基本というのは実はこの先史時代にすでにその骨格が形成されておりました、ということになりますね。それで今回の公開講座に戻りしますが、キーワードですね、ネットワークでございます。そこで我々考古学の方でネットワークというもので一つお話をしたいと思いますが、先史時代においても実はすでに物流ネットワークというのがですねしっかりと形成されておりました。物流ネットワークというと何かですね、マーケット経済あるいは市場経済登場以降のことではないかと思われるかもしれませんが、実はそんなことはありません。日本でですね、市場経済が本格的に始まるというのは大体江戸時代の後半と考えられておりますが、これからお話しする、まあ、主にお話しする時代である縄文時代、縄文時代の人々は実はすでにですね、多くの物品を交換や交易を通して遠くの地域まで流通させておりました。今日はですね、先史時代の物流ネットワークと題しまして、縄文時代を中心に、まあ、旧石器時代等も含めて日本の先史時代における物の流れについて考古学的証拠から考えてみたいと思います。具体的にはこのスライドに挙げたようにですね、道具の材料となる黒曜石やサヌカイトといった、まあ、石の材料ですね、あるいは翡翠、琥珀、あるいは南方産の貝を材料とした装飾品や奢侈品の流通、そして接着剤や顔料として利用された天然のアスファルトや種、ベンガラ、あるいは塩や魚といった生活に欠かせない資源についてお話ししてみたいと思います。そして最後にですね、先史時代に行われたこうした交換や交易活動、まあ、物流ネットワークですね、その意味についてまとめてみたいと思います。先史時代の交易流通システムがあって初めて今日の市場経済化の物流ネットワークが形成されたからだというふうに私は考えております。まず黒曜石であります。黒曜石については、まあ、あまり申し上げなくともいいかと思うんですが、皆さんよくご存じだと思います。縄文時代の矢尻などによく使われている黒光りしたガラス質の透明感のある石ですね、まあ、石族石の矢尻というと大体この黒曜石の矢尻が代表的でありますが、黒曜石はそもそもですね、地中にある、まあ、マグマの成分が火山噴火に伴って、まあ、外に噴出して、その時に、まあ、冷却されて生成された火山ガラスです。したがって世界の中でもですね、地震と火山活動が活発な地殻プレート境界地帯に集中して分布しています。もちろん日本列島はこの地域に相当するわけですね。地震大国でありますね。で、火山もある。したがって日本中に黒曜石の産地がございます。黒曜石は金質のガラスなので極めて切り口が鋭いです。したがって物を切ったり刺したりするのに大変適しておりますから、こうした先史時代の人々にとって貴重な石器の材料でありました。ちょっと最初のスライドに戻ります。この最初のスライドをお見せしたのは黒曜石の大露頭ですね。ここは全部大露頭なのでありますが、北海道の中央部近くのにあります旧白滝村というところにあるんです。現在遠軽町でありますが、にある赤石山という黒曜石の世界的な大産地です。そこにある露頭です。この先ほど示した、まあ、この部分全体が黒曜石となります。
これ八号砂露頭と呼ばれているんですが、大体今から200万年前に噴火した、まあカルデラ火山なんですけれども、その際に流れ出した溶岩流、溶岩のですね先端部に黒曜石が形成されるんですね、冷却して、ですからここがですね、この辺ですね、この辺がその噴火の溶岩流の先端です。でそこにガラス質の黒曜石が形成されたということですね。でこのスライドの東側にある露頭もこれですね、同じ赤石山にある別の露頭です。これはアジサイ滝の露頭と呼ばれておりますが、一緒に写っている人物の大きさから露頭の大きさが分かると思います。で左下の写真はこの赤石山の山頂にある、現在では西アトリエと呼ばれている黒曜石がたくさん散布した地帯を示しております。ご覧のように足元におびただしい数の黒曜石が認められると思います。ここに写るのは私ですので、大体全部真っ黒というのはお分かりかと思いますね。でここからは実は旧石器時代の石器も拾うことができますので、今から大体3万から1万年ぐらい前の氷河期に人々が黒曜石を採取するために訪れたことは明らかであります。もちろん縄文時代の石器もたくさんあります。白滝のこの黒曜石産地は現在ですね、日本ジオパークに登録されて整備が進んでおりますので、まだ現在は入れないんですが、いずれ近いうちに皆様にもこれらの露頭を近くで目にすることができるようになると思います。ただし赤石山はヒグマがたくさんいることで有名ですので、個人的に入ると大変危険ですから、くれぐれも一人で入らないようにしてください。さて、日本列島にですね現れた最初の人類というのは、実はだいたい6万年ぐらい前の中期旧石器時代の人々です。ですが日本ではこの時代の遺跡の数は非常に少ないんですね。人口も多分非常に少なかったと考えられております。本格的に人類が登場するのは、現代人である我々ホモサピエンスが日本列島に出現する4万年前からです。この時代を後期旧石器時代と言いまして、今から4万年前から1万年前の氷河時代に相当します。考古学の話はバックボーンを少し話しないのと分かりにくいので申し訳ありませんが、少しお付き合いくださいね。後期旧石器時代の人々っていうのもやはり盛んに黒曜石を利用していました。実はこうした行動、黒曜石を利用するっていうのは、実はその以前の中期旧石器時代の人々ではなくてですね、日本列島の現代人の特徴の一つと考えられています。で本州ではここではご紹介しませんが、伊豆七島の一つ神津島の黒曜石が利用されておりまして、すでに3万年より前にですね利用が開始されております。で現在も伊豆七島ですから海の中ですよね。で当時もですね、実は神津島に渡るには何らかの海洋渡航技術が必要です。当時も島です。したがって実は3万年以上前の日本にはすでに何らかの船があったと考えざるを得ないということが分かっております。ところでそれでは北海道はどうかというと、白滝ここなんですが、これ右側の図ですね。これをちょっとご覧いただきたいんですけれども、本州とは異なりまして、旧石器時代の北海道というのはこの点線の部分なんですけれども、ここまで陸でした。氷河時代なので、寒冷気候でありますから、その分ですね、水分が陸上に氷河として固定されますので海面が低下します。そして大陸と北海道は陸でつながっておりました。北海道は当時大陸から南に伸びる半島を形成しております。そのため白滝さんの黒曜石はサハリンでも利用されておりまして、ここに矢印にあるようにですね、サハリンのこの一番先端部、白滝から1000キロも離れたサハリン北端にまで運ばれていたことが、我々の研究で分かっております。実はサハリンにはですね、白滝以外の北海道産黒曜石も運ばれておるんですが、これは黒曜石に含まれている微量元素の化学組成の違いから産地を特定することができますので、どの産地の黒曜石が利用されたかについてはかなり正確に分かるようになりました。白滝のものは旧石器時代に行っておりますが、縄文時代になると、いくつかオケトとかですね、
そうした産地の黒曜石も入っております。こんなに遠くまで運ばれてはおりませんが、本州でも旧石器時代の末期になると数百キロも離れた地域にまで黒曜石が運ばれていたことが分かっています。旧石器時代、北海道は大陸からつながっている半島ですけれども、本州は本州、四国、九州、これが一つの島です。ですが朝鮮半島とはつながってません。巨大な古本州島と呼ばれている島を形成しております。したがって、秋田や青森の黒曜石が日本海沿岸を中心に、かなり遠くまで運ばれております。最も遠距離の例では600キロも運ばれているわけですね。ちなみにですね、余談ですが、考古学や歴史学の、知見によりますと、日本の海運の主要なルートはついこの間まで日本海です。太平洋が主要なルートになるのは近代以降のことと思われますね。未熟な航海技術の時代は波の静かな日本海がルートに選ばれていたわけです。したがって、我々考古学の研究のかなりの分の対象は日本海沿岸航海そうですね、ということになります。それではじゃあ南の方はどうかというと、右の図をご覧ください。これは縄文時代になりますが、九州産の黒曜石が南にどこまで運ばれていたかを示した図です。ちょっと英語バージョンで申し訳ございませんが、縄文時代後期以前ですね、この辺の腰岳とか姫島のですね、黒曜石が実はそうですね、ここが最初のバンダリーでありまして、縄文時代の後期までですけれども、北九州産の黒曜石は屋久島、種子島まで流通しておりました。ところが4000年前の後期以降になりますと、遠く沖縄まで運ばれるようになります。こっちにありますように沖縄ですね、一気に沖縄まで運ばれるようになるということになります。沖縄を含むですね、琉球列島までは実は縄文文化の範囲でありまして、沖縄の時代故障はいろいろ複雑なんですけれども、最近では縄文時代と呼ぶようにもなっておりますが、この先のですね、これより南の西表島とか石垣島などが、宮古などがですね、属する先島諸島は実は基本的により南方の亜熱帯文化圏に属しています。文化的には台湾などに近いというふうに考えられるわけですね。つまり先史時代、大体縄文文化の範囲は沖縄列島まで、沖縄までということが縄文時代を通じて分かっております。なお縄文時代はですね、最古の土器が発明された、世界でもですね、最古の土器が発明されたということで、有名かと思いますが、その時代は大体1万6000年前なんですが、その時代からですね、九州北部で最初の水田農耕が開始される弥生時代に移行する約今から4800年前のですね、2800年前ですねの間に、日本列島全域で栄えた狩猟採集漁労文化であります。特に1万年前になって気候が温暖化して、今日のように安定した寒湿性を迎えてからは縄文文化は本格的に展開するようになります。50分で全部話すのはなかなか大変なんですが、もう少しですね、お付き合いいただきたいと思います。黒曜石の採掘ですが、縄文時代にですね、道具と材料として需要されていた黒曜石は、それではどのようにして獲得され流通していたのであろうかという問題ですね。この写真はですね、長野県中央部の八ヶ岳にある黒曜石産地の一つ、高山の星糞峠という、非常に星の糞、これは黒曜石の意味なんですね、星の糞みたいに見えるという、星糞峠と呼んでるんですけれども、の円形写真です。白樺湖の近くですね。この山の中腹より上に黒曜石が見つかります。これは黒曜石が分布する林の中の写真です。なんだか全然わからないと思います。よく見るとですね、実は地表がわずかにくぼんでいる、ちょっとくぼんでるんですね、ここね、ということがわかるでしょうか。実はですね、このくぼみは皆黒曜石を採掘した穴の跡です。でここに番号をつけた
札が立てられ、さりげなく立てられているんですけれども、思いっきり書くと盗掘されちゃうので、これはそうした採掘口の番号ですね。黒曜石を採掘した後、まあ、そのまま自然にほったらかしなんですが、その後土砂がですね、堆積して穴を埋めてしまった、ということになりますが、完全には埋まりきらないんですね。大体考古学の遺跡の場合、自然にすぐ埋まるんですけど、完全に埋まるってことはほとんどないです。大体ちょっとくぼむっていうのが普通ですね。こうした採掘地はこの付近に100箇所以上あります。でこの一つをですね、地元の長和町の教育委員会が発掘しておりますが、それを見ますと下の方のですね、地層に白い粘土層がある、これですね、があることがお分かりになると思います。実はこの粘土層の中にはかつて情報の斜面の情報から落ちてきた黒曜石の礫が含まれております。地方では黒曜石はほとんど採集できないので、縄文人はわざわざこの粘土層まで採掘して黒曜石を獲得していたということになりますね。採掘した黒曜石です。実際にね、採掘した黒曜石ですが、だいたい手のひらぐらいのサイズです。よく見ると、まあ、それほど整っているとまで言えないかもしれませんが、考古学の、遺物の中ではサイズがよく整っている、と言えると思いますので、どうも整えていたらしいということが分かります。これは、その星糞峠直下にですね、地元の長和町が建設した黒曜石体験ミュージアムというミュージアムがあるんですけど、そこにある縄文人のですね、黒曜石採掘の様子を復元したジオラマです。失礼しました。縄文人が斜面を掘ってですね、黒曜石を採掘しているという状況がよくわかると思います。ちょっと見にくいですけどね、まあ、ここに黒曜石を包含する粘土層があるということになりますね。縄文人はこの層を目指して掘り進めているわけです。先ほどご紹介したようにですね、旧石器時代の人々も黒曜石をたくさん使用しておりますが、彼らはですね、このような採掘を行った痕跡はありません。実は旧石器時代の人々、移動生活をしています。したがってもっぱらですね、地表や河原に落ちていた黒曜石を利用しておりましていたのですが、縄文時代になるとこのように組織的な黒曜石の採掘を行っていた痕跡が国内各地で見つかっています。旧石器時代の人々、移動しているのでそんなにたくさん持てないわけですね。したがって自分に必要な分だけ取っている、だからわざわざ掘る必要もないということだろうと思うんですが、縄文人はこの黒曜石を交易品に使っていた、したがって良質の黒曜石をたくさん採掘していたということになるわけですね。良質でなくてよかったらその辺に落ちてるやつでも構わないんですけど、それはやっぱり商品にならない、というふうに考えられたようです。それでは組織的に採掘した黒曜石を縄文人はどのように流通させていたのでしょうか。この図は群馬県安中市の大久原さんのですね、研究成果によるものですけれども、長野県産黒曜石の流通範囲を示したものです。ちょっと分かりにくいですが、長野県の中央高地ですね、中心部です。星糞峠だけではなく、御目倉、星ヶ島、和田峠といった大規模な黒曜石の産地が実は集中しています。八ヶ岳、大火山地帯なので黒曜石もいっぱいあるんですね。これらの黒曜石は同心円状に数を減じながらも200キロ以上運ばれています。さらに複雑な図で申し上げれませんが、簡単に説明しますと、大久原さんの研究によりますと、こうしたこれら各地域の遺跡から出土した黒曜石はですね、縄文時代前期から中期にかけて流通システムとして確立していたということが分かっています。黒曜石の産地付近のですね、集落はもっぱら黒曜石の採掘して貯蔵して保管するということを担当し、それをまずですね、新潟、群馬、山梨にあった拠点集落、まあ、大規模な集落ですね、特定の集落に交易を行いました。さらにこれらの拠点的な集落は周辺の集落にさらにそれを再配分するというシステムが確立していたということが分かっています。これまでですね、漠然と自給自足経済であったと考えられてきた縄文社会ですが、実はかなり高度に発達した交換経済を組織的に発達させたことが分かりました。当然のことですけれども、黒曜石を得る代償として他の産品が交換品としてされていた可能性が高いと思います。
集落周辺に定着する生活をもっぱらとしていた縄文人たちはですね、黒曜石を交換交易によって獲得していました。実はこのことは非常に重要な意味を持っています。なぜなら黒曜石は生活に欠かせない資源であります。これを流通システムのその獲得をですね、流通システムに依存していたということですから、当然縄文人たちは周りの集団と喧嘩したり戦争するというわけでいかないわけですね。集団間の関係を安定させるということに不信していたはずであります。一方ですね、道具の石材として重要であったのは黒曜石には限りません。九州を除く西日本では実は相対的に黒曜石が少ないんですね。その代わりにサヌカイトと呼ばれるガラス質安山岩が利用されておりました。この石は黒曜石ほど鋭くはない、また透明ではありません。ですが石器の石材としては優秀な石材の一つです。サヌカイトの産地もですね、瀬戸内海を中心に複数あるんですけど、ここでは最も有名な香川県金山産のサヌカイトが広く使われております。これは源平合戦で有名な屋島のそばですね。サヌカイトという岩石名自体、サヌキの石という意味ですね。サヌカイトなので、サヌキ石とよく言います。ここに示した図は、広島大学の竹広さんによって作成されたものでありますが、旧石器時代にはやや少ないようですけど、縄文時代から弥生時代にかけて瀬戸内海を中心に広く流通していた様子がわかります。大体どういう形で流通しているかも分かってるんですが、ちょっと今日は時間がないので、それは省略させていただきます。それではですね、ようやく石器の石材から離れて装飾品についてですね、ちょっと見てみたいと思います。縄文時代を代表する奇跡、宝石といっては何といっても翡翠と琥珀であります。かつてですね、翡翠が日本に産することは実は長い間忘れ去られていました。戦前までは日本にある翡翠は全て中国産と考えられていたんですね。これは実は戦前の先ほどちょっと申し上げた、文化史復元の考え方にもよっていますが、文化は西からという考え方にも強く影響された結果であります。実はすでに古代の日本においてもですね、翡翠の産地、日本産翡翠の産地は忘れ去られているんですね。ところが弥生時代まではこの日本産翡翠が利用されていた、という関係にあります。次第にですね、縄文時代の遺跡から翡翠の勾玉、大珠といった出土例が増えると、日本にも産地があるのではないかと考えられるようになり、いろいろ探した結果ですね、糸魚川上流の姫川流域で大量の翡翠の産地が発見されました。現在日本ではですね、姫川以外にも北海道とね、カムイコタンなどにもですね、翡翠の産地があるのですが、縄文時代に利用された翡翠はほぼ全て姫川が原産地です。姫川も有名ですけど、今日でも巨大な翡翠の原石が見られます。下にあるようなものですね、これ私撮影したものですが、フォッサマグナミュージアムというミュージアムがありますけど、全部国の天然記念物でございますので、もちろん採取禁止ですね。ですが下流に流れちゃったり、海岸に流れ着いたものは構わないということで、私も、5、6回行きましたけど、5、6回って1個ぐらいですね、拾えるのね。かなり、コストパフォーマンス悪いです。買った方がいいというふうに思いますが、興味のある方は下流部の海岸で拾えます。縄文時代中期になりますと、翡翠の大珠と呼ばれている特徴的な装飾品が東日本各地に広く流通するようになります。その様子はここにある埼玉川の博物館のですね、栗島さんによって明らかになりました。大珠は文字通りですね、大型の装飾品です。これは現在でも相当高いですね。買うと分かると思いますけど、姫川流域にある新潟県長者ヶ原遺跡はこの翡翠大珠の製作遺跡です。翡翠はこうした製作遺跡で作られて日本中に流通しております。翡翠のこの大珠と呼ばれているこの大きな、装飾品ですね、これは主として大規模な集落遺跡からも見つかりますが、一つの集落からたくさん見つかることはないです。だいたい1個、一つの集落あたり 2,3 個限度ですね。でしかもそれらの翡翠はだいたい集落内にある大型の墓地のですね、お墓の中から、特定の墓から見つかるということが多いです。
したがってこの翡翠の対象が持てるのは特定の身分の人物だけが保有できたと考えられております。少し急ぎますね。あ、琥珀の話をちょっとするの忘れました。琥珀ですね。琥珀は実は国内では岩手県の久慈市が産地として著名です。久慈に琥珀博物館ってありますので、行くといいと思うんですけど、それ以外にもですね、千葉の銚子やですね、サハリンにも産地があります。拾うことができますが、銚子産の琥珀は大変です、拾うの。あそこのですね、岬の海の中下ですね、なので海の中に入って膝まで水に浸かると拾える、こんなちっちゃいのが拾えます。で、非常に質が悪いのであまり利用されてないんですね。サハリン産の琥珀は北海道ではかなり広く利用されております。それで今度は会話の話をちょっとしたいと思います。翡翠や琥珀というのがペンダントなので、実はブレスレットにはですね、珍しい南方産貝から作られた貝輪が流行しております。この写真は千葉県西広貝塚出土の大津田の葉という貝から作られた貝輪であります。貝輪はですね、貝の盛り上がった頂部を削って穴を開ける、これ後で説明しますけれども、こうしたものでありますね。大津田の葉は暖流系の一枚貝です。で、現在は伊豆諸島、昔はですね、これ鹿児島より南、沖縄産だと言われてたんですけど、千葉県の西広市原市の教育委員会のこの押沢さんという方が一生懸命探しまして、現在では伊豆諸島以南に分布しているということが発見されました。したがって縄文人はですね、わざわざ南の島から貝を運んできました。先ほどご紹介した押沢さんはこれを貝の道と呼んでます。大津田の葉製のですね、貝輪は東京湾を中心に愛知県から北海道南部まで太平洋側を中心に分布してますが見られます。縄文時代から弥生時代にかけてですね。ちょっとこれ短い図で申し訳ありませんが、大津田の葉だけではなくて芋貝とか宝貝ですね、宝貝はご存知だと思いますけど、南方産の貝輪ですね、というのは東北地方北部から北海道にかけての縄文時代の多くの遺跡から出土しています。特に北の方に多いんですね。珍しかったんだろうと思うんですけれども、この北海道と東北北部の間にある津軽海峡っていうのは、先ほどご紹介したように北海道半島と広本州との間にありましたので、旧石器時代には断絶していたんですけれども、縄文時代になると活発な交流が行われるようになりました。東北北部と道南は一つの文化圏になります。そこで珍しいものとして、北海道南部のですね、伊達市薄尻遺跡の縄文時代交番期の墓から出土した人骨の腕には芋貝製の貝輪が装着されておりました。これ調査担当者であります伊達市教育委員会の大島さんによりますと、この貝輪は鹿児島県以南の南東から交易によって、多分日本海系統の交易によってもたらされたと考えられています。芋貝は大津田の葉とか赤貝とは異なって美しい模様を持った巻貝なんですね。で、鹿児島県、鹿児島以南の南東に多く生息しています。特にこの芋貝珍しいです。で、芋貝の腕輪はかなり立派なものなので、相当地位の高い特殊な人物が装着していたと考えてますね。少し急ぎます。貝輪の製作は地元の貝でも行われています。これは東北歴史博物館、仙台にある東北歴史博物館が調査した縄文時代交番期のですね、宮城県里浜貝塚という、奥松島にある貝塚ですね。そこで赤貝から貝輪がたくさん製作した痕跡が発見されています。製品を作る各家庭に対応した遺物が出土していますので、製作工程がよくわかります。右の写真を見ればわかりますよね。連続的にああやって作っているということですから、穴を開けて、でも縁が壊れないようにして、ある程度経ったら磨いて作るという形になってますね。で、これらの貝輪はおそらく周辺の集落に交換品として搬出したと考えられています。余談でありますが、この里浜貝塚がある海岸地帯は昨年の東日本大震災で大きな津波被害を受けております。私もちょっと学会の担当だったもんですから見てきましたけれども、海岸にあった現在の集落は壊滅というほどではありませんが、全壊した建物はかなりありました。で、漁港は地震によって地盤沈下を起こして半分水没です。という状況でございましたが、
しかしながら里浜貝塚自体はほぼ無傷ですね、この地域不思議なことに縄文の遺跡というのは津波被害をほとんど受けておりません。それが何を意味するかというのはなかなか簡単には言いませんけれども、そういう結果でありました。ところで今もですね、昔も装飾品に対する人々の思考は強烈だろうと思います。現在はですね、主として女性が身につけておりますが、縄文時代および弥生時代はですね、男の装着例もかなりあります。翡翠や琥珀、南方産貝輪のような貴重品は、ただし誰もが身につけたわけではなくて、特定の人に限られていたようです。これはお墓のから出てくる人骨でですね、こうしたものを持っている人骨の墓は非常に少ないということが分かっているんですね。おそらく、シャーマンとかエリート、呪術師ですね、あるいは村長クラスの指導層であったろうと考えられています。こうした装飾品の利用は特に縄文時代でも後半段階、だいたい中期末から後半期に顕著になります。なのでその背景にはおそらく縄文社会の複雑化と呼んでるんですけれども、あるいは階層化というものが想定できると考えられています。縄文時代中期以降になりますと、天然アスファルトとかの利用される例が増えます。アスファルトは分かりますよね、道路に普通にやってますので、お分かりになると思いますが、あれは接着剤として縄文時代には利用されています。夏の暑さで溶けて、ちょっと常温になると固まるって、これ極めて接着剤としては使いやすい、性格ですね。したがって、油田地帯で、日本では油田地帯で自然に流出しているわけですから、それを縄文人が採取したと考えられています。ご存じのように日本列島ではですね、東北地方あるいは新潟県との日本海側を中心にたくさん油田があります。たくさんあるんですけれども、そして現在では天然アスファルトをかなりのところで採取することができますが、これもアスファルトの化学成分分析の結果ですね、縄文時代に利用された産地は3箇所だけと分かっています。そこにある F と H とですね、 S と書いたところですね。これは F がですね、秋田県の駒形というところです。で H が同じく秋田県の豊川、そして S が新潟県の大入りという産地で、たくさんの産地の中のこの3箇所が縄文時代に利用されていた。そしてこれが東日本にある、現在分かっている限り東日本の301の遺跡で使われております。アスファルトのですね、主な用途は石属を根挟みに装着する際の接着剤としての利用です。あるいは骨属の装着や割れた土器の補修、石器の基部に紐を巻きつける際の接着剤としても使われています。根挟みっていうとよく分かりにくいかもしれませんが、写真を見ていただくといいと思いますね。これが根挟みと呼んでいるものですね。この写真を見ると分かるように、根挟みの上部、それから基部、から骨属のですね、基部が黒くなってますよね。これはアスファルトを塗った後になります。実はですね、石属を直接やがらに、やがら分かりますね、こっちの方ですね、絵の方ですに連結すると、実は使用した時にやがらが壊れちゃうんですね。で実は我々の発想と違って、弓矢はですね、矢の絵の方が大事です。石属、属を作る方が簡単なんですね。ところが矢を、絵の方を作る方が大変なので、絵が壊れないようにですね、真ん中に中子と呼ばれている根挟みを挟みます。ここは壊れても交換可能です。ところが長い絵の方はもったいないので、なるべく壊れないようにするというような使い方をするんですね。でその根挟みと石属、根挟みとやがらの間の接着にアスファルトを利用しておりました。また縄文時代の代表的な石器に石さじっていうと、さじだと思う人もいると思うんですが、さじではございませんで、さじみたいな形をした石器なんですけど、石さじ、石碑とも言いますが、という石器がありますけど、これは物を切るための道具です。今日のカッターのような器量を持っていたと考えられておりまして、この石さじのですね、基部に紐を巻きつけて腰からぶら下げて歩いたと考えられているんですが、その紐が取れないようにアスファルトで接着しているということが分かっております。もちろん接着剤にはですね、アスファルト以外にも、そうですね、ニカワとかですね、それから魚の油、
いろんなものがある考えられているんですけれども、アスファルトは接着効果に非常に優れています。したがって広く利用されたという可能性が高いですね。アスファルトは土器に入れて持ち歩かれたようです。今度は色ですね。先史時代の人々は色にも大変関心がありました。だいぶ時間がなくなってきたので少し急がせていただきます。色への関心というのは人類の普遍的な特徴ですね。これは西ヨーロッパの洞窟壁画なので有名かもしれません。最初からあるのは岩絵の具ですね。これ現在の油絵も同じですが、先史時代の人々にとって最も重要な色は赤と黒です。でもう一色入れるたら白ですね。ですが赤と黒が基本です。で黒はもちろん墨とか炭化物から取れますけど赤は難しいんですね。歴史代になるだろう血を利用するってことがあるんですが、血って意外と保存しないんです。色として保存できないので、日本列島では赤は水銀種から弁柄、赤漆が利用されてきました。ここでは種の話を少しますけれども、種は水銀種であるため原料は新砂という岩石です。したがって水銀鉱山付近から採取可能です。日本ではですね、縄文時代中期末から後期にかけて利用されましたが、晩期になると弁柄に取ってかれます。つまりすぐ弁柄になっちゃうんですね。これはいくつかの理由がありますが、水銀が含まれるため種って猛毒です。なので、なかなか使い発達しなかったんだろうと考えられてますね。縄文時代における種の利用が時期が限られるのに対し、まして弁柄は旧石器時代以来ずっと広く使われています。弁柄のですね、原料は鉄鉱石でありますけれども、大体3種類あります。第一は滑鉄鉱という鉱石ですね。これ北海道の旧石器時代の遺跡からたくさん出てくるんですけれども、縄文時代では滑鉄鉱の利用は少ないです。で、主に使われるのは沼鉄と書いた小鉄とそれから石鉄鉱であるということになりますね。小鉄は小宅地に発達したもので、小宅地の植物の根、小宅地に沼地ですね、植物が生えてそれが腐って倒れて腐ると腐食するとその根の部分に鉄分が集まるんですね。それを小鉄、沼鉄と呼ぶんですね。でこれを使うのですが、まあ、その繊維から言ってあまり質が良くないのであんまり使われなくて、縄文時代は主に石鉄鉱が使われます。でこれが特にですね、東北北部の亀ヶ丘土器などにはよく使われます。で亀ヶ丘土器は赤く塗彩する、あるいは黒く塗るということで有名でありますが、赤は弁柄が使われ、でもう一つ赤と黒に漆が使われるわけですね。赤漆、黒漆。なお漆の利用というのはですね、現在縄文時代早期まで遡ることができます。でおそらく日本原産、これもですね、中国と覇権を争ってます。今のところ日本が古いってことになってますが、最近のデータは中国も負けじとそのぐらいの年代が出てきてまして、土器の起源と並んで、大体中国と覇権を争う、データも多いですね。ただし東京とかですね、東北のいくつかの遺跡からは漆の樹液をかき取った痕跡のある漆の木ですね、もう漆垣の木があるんです。ですので縄文時代はすでに漆の木の管理栽培を行っていたことが確実であります。時間がなくなってきましたが、鯉の話を少ししたいと思います。フナですね。縄文時代には食料資源の交換も活発に行われました。そうですね、が行われましたが、なかなかですね、これ食物そのものが遺跡から出てくるってことは少ないですね。だからよくわからない、ところが一つ面白い研究例があるのが、ここに紹介する琵琶湖のフナです。ゲンゴロウブナですね、要するにね、ゲンゴロウブナ縄文時代早期から食べてるって話ですけれども、これは京都にある総合地球環境学研究所の内山さんによって研究されたんですが、琵琶湖南岸にある赤井の遺跡の縄文時代早期に属する土坑の中からですね、頭を切り落とした、フナの焼けた骨が大量に出土しました。で単にですね、自家消費するだけでしたら頭を落とす必要はないですね。全部頭を落としてある。でこれは何かっていうと、多分そこに挙げたような北米海岸のですね、北西海岸インディアンの事例などから見て、多分大量に干してですね、貯蔵して交易用にしたんだろうというように考えられたわけですね。でそうした魚骨から季節査定ができるんですが、あるいは遺跡の証拠等からですね、赤井の遺跡っていうのは多分夏の漁労キャンプであって、
そこで大量にですね、原語ローブなどを処理して、そしてそれを貯蔵するか交易品に回し、冬は近くの石山貝塚にの拠点集落で生活していたのではないかというふうに考えられているわけですね。でこの例というのは実は東北地方の遺跡にも、実はかなりあります。時間がありません。塩です塩もですね、実は縄文時代では縄文時代の後期から本格的に作り始めました。塩基本的には、縄文時代の塩製塩はですね土器製塩です。つまり土器に海水を入れて煮詰めるという方法ですね。なので専用の土器を使ってます。これを見ると縄文土器とは皆さん思えないような土器ですね。非常に薄手で、しかも壊れやすく作ってあって文様がありません。これは製塩のためにですね、長時間海水を煮詰めるので土器としてはすぐ壊れちゃうという性格があるので最初から壊れやすいように作ってあるんですね。でこれが縄文時代の後期からですね仙台湾とか霞ヶ浦、知多湾、瀬戸内海との内湾で始まります。実はじゃあそれ以前塩は使ってないのかって、そんなことありえませんね。人間だから塩がなければ死んじゃいますので、基本的には、民族霊その他、等から見ると塩はいろんな方法で手に入ります。一番そうですね、いろんな方法で手に入るんですけれども、岩塩等を使ったりですね、一番いいのは土ですね。土あるいは木植物が動植物にも塩分はかなり含まれてますから、好みを気にしなければ生存するための塩塩分というのは確保できるんですね。ただし塩の重要な役割は味付けですよね。それから貯蔵塩蔵の2つあります。結論から言いますと縄文時代に塩蔵はないと考えられます。貴重品ですから、でそうではなくて多分味付けであろう。ですが日常的には今言ったような動植物や土から取れますので、多分わざわざここまでして、塩を取るというのは多分儀礼用というかね、お祭りとか、そういう時のための特別な調理をしたためというふうに考えられるだろうと思いますね。これ製塩土器ですね。ちょっと時間がないので以上長々とお話しできましたが、ここで内容を少しまとめてみたいと思います。その上でですね、縄文時代のような先史時代の物流ネットワークの意味を考えています。一見するとですね、今日の物流ネットワークによく似たシステムがあったと思われることから、その意味や動機も同じであろうと想像したくところですが、実はかなり異なります。まず旧石器時代の人々は、誘導型、動き回っている、狩猟採集民でありまして、狩猟が主要な制御でありました。旧石器時代は今とは異なりまして氷河時代です。したがって寒冷でしかも乾燥しているということがポイントですが、大陸性気候でした。そのため植物資源は今日のですね、アムール川流域と同じような亜寒帯針葉樹林が中心ですね。でこういうとこは植物資源がほとんどありません。したがって道具の大多数は狩猟具であって狩猟が主要な制御です。ですから黒曜石などの道具の材料は極めて重要ですね。しかし黒曜石のような石材は必要な量を確保できればいいので、基本的には集団が直接黒曜石が取れる場所に出かけていって直接取ったと考えられます。一方縄文時代の人々は年間定住は行いませんが定着型狩猟採集民です。植物採集と狩猟漁労が主な制御です。縄文時代は氷河時代が終わりまして一転して今日と同様な温暖湿潤の海洋性気候になりました。ので列島には温帯森林、それ以前は亜寒帯森林ですから森林の性格が違うわけですね。温帯森林が繁栄したしました。そのためどんぐりのような植物資源が豊富にあります。したがって縄文人は基本的には植物種資源を利用しています。縄文時代前半期には栗の管理栽培で、後半期になると土地の木ですねの管理栽培が発達しています。ですがこの辺は誤解をよく受けているんですけど、大陸のような穀物農耕はついに実現しておりません。縄文農耕はありません。ずいぶん以前からですね、縄文時代には焼き畑による雑穀農耕があったというような主張がですね、考古学者以外の民族学者や植物学者たちを中心に盛んに主張されておりましたが、今日の考古学的証拠研究から見るとその存在は否定的です。
例えば熊本大学のですね、小畑さんなどの研究によりまして縄文土器の胎動の中に混入した種子を同定するという非常に確実な研究が最近進展してました。その結果、確実な穀物農耕ですね、は、まあ、稲作ってことを言ってるわけですね、あるいは雑穀ですけれども、こうした穀物農耕は縄文時代晩期後半の北部九州が最古ですということが分かりました。穀物農耕というのはお分かりのように1年生植物ですね、稲とか雑穀を栽培するため1年を通して1つの場所に居住しなければいけません。年間定住と呼んでますけれども、これが必要なかったので縄文人たちは寒い冬は竪穴住居からなる集落に集まって生活し、春から秋は食料資源の豊富な場所に出かけていくんですね。そういった場所に分散して生活していたと考えられています。縄文時代には膨大な遺跡の証拠があって、そのように考えたのが合理的です。縄文時代の日本列島は豊かな森林がもたらす自然資源の宝庫であった。そうですね、まあ、これは植生分析によっても否定的ですね。焼き畑農耕があったという証拠は現在ありません。気候環境が安定した縄文時代早期には集落が発達し、集団の領域も確立していましたので、資源いっぱいに対する交換網が発達したと考えられます。ですが縄文時代の後半期になりますと、食料、塩や朱、ベンガラ、アスファルトといった生活資材の利用と交換、翡翠の対種、琥珀、南方産貝類といった奢侈品の遠距離流通が顕著になりまして、そのための宣言集団が出現していたと考えられています。ちょっと時間をオーバーしますけど、少しだけ最後ですのでまとめさせてください。こうした物流システムはですね、表面的には今日の流通経済に近いように見えるんですけれども、その流通量は実は大変少ないです。したがって市場経済とは異なって基本はやっぱり自給自足です。で、遠距離に及ぶ交換や交易が行われて、それがネットワークを形成していたことは確かですが、その目的は実は経済活動市場主義ではありません。むしろ集団間の関係を安定させる、あるいはその仲良くなる、あるいは同盟関係を確保するといった、そのための互恵的、お互いにですね、やり取りをする贈与交換と呼んでますけれども、そうした交換交易が主体だったと考えられています。そしてその背景には社会の複雑化、階層化が想定される。つまり縄文時代に行われたですね、流通ネットワークというのは、そばにいるですね、集団間の間で行われた日常品の交換交易、まあ、普通の交換ですよね、物々交換、それと地域集団間のですね、同盟関係、仲良くするというものを安定させるために、もっぱらおそらく社会の上層クラスの間で象徴的に行われた奢侈品や維新財、先ほど言ったような翡翠とか琥珀ですね、こうしたものを遠距離で行う贈与交換の2種類から構成されていたと考えられています。これら2種類のですね、交換交易システムの上に発達した物流ネットワークは、縄文時代以降生活必需品の交換や贈り物の交換といった当初の目的が実は衰退します。そして次第に経済的利益の追求というのが主目的にとって変わるということになるわけですね。これはもう大体お分かりだと思いますけれども、こうした移行のプロセスは実は古代から開始されて、中世を経て近世後半に至り、ようやく本格化するということができる。ただしその対象とされた物品に対する価値観自体というのは、おそらく今日まで継続しているのではないかと私は思っています。自らのですね、地位を誇示するための装飾品や維新財への渇望というのは現代人の普遍的欲求であろうということですね。まあ、お中元やお歳暮の習慣は形骸化したとはいえ、まだしっかり残っているではないか。でもですね、人間関係が希薄化した現代は、ことによるとこうした先史時代以来続いていた贈与交換が終わりを告げる時かもしれないなというふうに私は思っています。ご清聴ありがとうございました。